食らえ。ノクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、ギリ、立て直せ。援護するよ。これを、旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。んなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい起きろ。ほれ、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。本
とないわ。ないよな、ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。おい手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？押してるよ。押してる。もう近いはずだが。おい、待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘。ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。今日はどんな武器が欲しいんだ？ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？
悪いんだけど金貸してくれ。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。ここまで計算されていたとはな。せっかくだ、外のやり方に習うか。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないからじいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ついてきたじゃないか。バランスのいい足の方か。野菜を残さなければ。行くぞ。見てろよ。イグニス任せろ。俺たち息合ってる。俺今日調子いい。いや本当だろうな。状況は？心配してるか。よし、臨機応変にな。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。その調子だ、ノクト。あ、プラント。おりゃ。当たれ。よし、終わったな。あ、あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？あ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブって
ハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋、ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。すごいね、やっぱ。早い時に隙のでかい体験はねえだろうが。早だって飛び込むしかない。やったな。こっちこっち。パパパパン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 パパン。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。トーテツというモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりだ。倒れんのなしだよ。お前もな。よし！大丈夫か？ああ、なんとか。よっ！ブロット！なんとかした！俺たち息合ってる！息ぴったりじゃ。そこに誰かいるのか？あんた、ハンターのデイブか？探したぜ。おい、大丈夫か？ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか？エイザ、俺たちに任せとけ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。
よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろう。相手はどうも変種のようでな、妙なのが増える前に片付けたい。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。着いたぞ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。